維新の会の代表選に関して、はい、特別党員というと、まあ、大阪維新の会がかなり大多数を占めると思うんですけど、まあ、大阪維新の会として、まあ、代表選について何か維新を取りまとめるお考えというのは特別ではないでしょうか。特別党員の判断にもですね、代表選はですね、いろんな候補者が手を挙げて、そして政策やですね、思いをぶつけ合って、最終的にはそれぞれの特別党員が、まあ、政治家の思いを持って投票するものですので、これは大阪維新の会で取りまとめて、この候補者にということはするつもりはありませんし、これまでもしておりません。